XR 会議2022 20はプラチナスポンサーパナソニック株式会社株式会社シフトールシンクセンス株式会社ナイアンティック日本マイクロソフト株式会社 ソニー株式会社他スポンサー各社の協賛で開催いたしますセッション開始まで今しばらくお待ちください が始まりますコメントは配信画面右のコメント欄からお寄せくださいまたスクリーンショットや SNS への投稿に関してはサイト上部の記載をご確認ください でセッションを始めます。コメントは配信画面右のコメント欄からお寄せください。またスクリーンショットや SNS への投稿に関してはサイト上部の記載をご確認ください。それではどうぞ。はい、始まりました。Webex やテック東京とバビロン JS 勉強会の共同でのコミュニティオーガナイズセッションになります。 ウェベックサルテック東京のオーガナイザーの1 k と、バビロン JS 勉強会の共同代表の岩犬です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はですね、今までのウェベックサルテック東京単体で、毎年このコミュニティーオーガナイズセッションやってたんですが、今回はですね、バビロン JS 勉強会さんと一緒にやっていきます。はい、本日のトークはですね、こんな感じで6本、ウェベックサルとバビロン JS に関連する トークですね、が続きますので、皆さんもぜひお楽しみください。はい、それでは早速1本目のトークいきたいと思います。ワークファクトリーさんで、HMD をかぶってウベックサル開発です。お願いいたします。はい、ワークファクトリーと申します。えっ、ー、と、私はあのプログラマーではあるんですけれども、VR 関係に関しては、今のところ完全に趣味でやっております。 えっと、HMD 株って WebXR 開発ということで、これ2022とあるのはですね、実はこれ去年もこちらの方で同じようなタイトルでやりましたの,この、えっと、で、1年経っていろいろアップデートされてますので、それの2022年版ということで発表させていただきます。でまずはまじめに WebXR、WebVR、ここでは今 Web AR との区別をするために、あえて WebVR と言ってますけども、えっと、VR とはどういうものかとの簡単に言いますと、まああの、ブラウザ単体で動いて 3D の画面をレンダリングして、それを360度モードで VR で見られるというのが WebVR ですで。ある程度そのあの、ブラウザの互換性によってマルチプラットフォームになっているので、いろんなデバイスで動かすことができるというのがポイントです。それから、まあ あの完全にウェブアプリとして動くものなのでいろんなウェブアプリの知見がそのまま活かせますのでその辺はあの情報がいろいろ揃ってるのではないかと。 であと、開発ステップですね。これは結局、ウェブとしてアップロードするだけなのであの、特にコンパイラしてデプロイしたりみたいな操作がなくて、非常に簡単にできるというのがポイントです。まあ、もちろん、そのためにあのサーバーにアップロードする必要はあるんですけども、まあ、これもレンタルサーバーとかで十分動くものなので、あの開発環境としては手軽であるということになります。それでですね、えっと、HDMD をかぶって開発ということなんですけども、 まず一つあの、PC とか Mac のバーチャルデスクトップ環境としての、えー、HMD というのがあります。これは今あの、まあ、これはクエストやピコで動くものとして、有名なのがバーチャルデスクトップですとか、あとイマースドという、えー、とアプリがありますけれども、これらで、えー、とやることができます。で、まあ、HMD の解像度が向上してきているので、PC の画面の代わりに使うというのがだいぶ実用的になってきています。 それでまあ PC の画面をその VR で広い画面にして、さらにマルチウィンドウ化して、などというふうに使えるので、まあこれもその開発環境としてだいぶ使えるようになってきているのではないかと。それからパススルーですね。今、そのクエストやクエストプロで話題のパススルーモード。でピコもあのパススルーはあるんですけど、まだ そのバーチャルデスクトップのでは使えないんですけれども、パスルーであの外界を見ることによって、そのリアルのキーボードを見たり、バーチャルキーボードを見たりっていうようなことができるという環境になっています。それからですね、えー、と今のはアプリ、単体のアプリだったんですけど、あのブラウザの上で動作する仮想デスクトップというのもあります。 でこれがですね、WebRTC を使ったデスクトップなんですけども、今まで Chrome リモートデスクトップのがというのが有名であったんですけども、これがですね、ブラウザのバージョンによって結構動かなかったりするんですね。そうなると HMD のブラウザだと正常に動かないことが多いということがありまして、でその汎用の WebRTC を使った仮想デスクトップ環境というのが使えます。で今、その一番使いやすいのはですね、瓶詰めさんという えー、作られた、えー、とこの WebRTC のデスクトップですね、こちらの方に GitHub がありますけれども、えーと、GitHub ページでそのまま使えることもできますし、これを自分のサーバーに置いて、ホスティングして使うこともできます。なので、えー、とでこれを使うとですね、PC 画面とブラウザ VR のブラウザ画面を同時に見られるので、 それを行ったり来たりしてウェブ開発をするのに WebVR の開発をするのに非常に便利な環境です。で、こちらでちょっと WebRTC のデスクトップを、えー、とこれは、えー、とキラスあメタクエストでキャプチャーしたものであのパススルーで外界が見えるようになってます。まあ、これあのあのクエスト2なのでモノクロですけどもクエストプロなんかだとこれがもっとカラーで鮮明に見えるんじゃないかと思います。 でこれが WebRTC で接続してですね、これ Mac の画面ですね。Mac のデスクトップ画面を、えー、と表示した状態になりますで。ここで Mac の上で今エディターを開いて操作している感じになります。でまあ、これでパススルーが今使えているので、リアル側のキーボードも一応見えてて、まあ、これで外を見ながらあの Mac のキーボードを使って Mac の画面で作業するということが。 まあ比較的やりやすくなってるんじゃないかと思います。で、今言ったように、そのバーチャルデスクトップのアプリですとか、このブラウザのバーチャルデスクトップというやり方は、まあ当然これは PC が必要になってくるわけですけども、ここからさらにです、ね、発展させてですね、PC いらずのスタンドアローンの WebVR の開発環境ができないかということで、このスタンドアローンの Web 開発環境を作成しました。えっ、ー、と、これ <laughs>、 ポリバーストコムという名前で今、えー、と一応ベータということでオープンしてますけども、えー、とポリゴンプラスバース、えー、とバースはメタバースのバースじゃなくて、バックエンドアザーサービスという。で、こちらの方がですね、えー、とどういうものかというと、まあ、あ A フレム、こちらは A フレームベースになってます。A フレームベースで WebVR の環境の ID になってまして、でこれ PC、MacVR のブラウザで動作するようになってます。 でこのブラウザの上でコーディングして、HMD の上でかいあの確認というのがシームレスに行えるようになっているので、えーと、ウェブの開発に非常に便利になっています。でこれあの、登録してログインすると、ですねその作ったものをクラウドに保存できますので、あのそれで PC と,、えー、と HMD と両方でそれを開いたりということができます。 で一応、その HMD で使いやすいように独自ソフトキーボードとかを用意しています。であの、メタクエストなんかですとあの、Bluetooth キーボードも利用することができます。で、あと、さらにそのタイピングをあの節約するためのコード保管とか、スニペットなんかも用意されています。で、これを使ってですね、そのクラウド保存があるということで、PC でコーディングして、本格的なコーディングを 行ってそれを HDMI、MM、側で開いて、確認したり、ちょっとした修正をするなんていうことができるようになってます。で、これが一応、えー、とポリバースの編集画面ですね。これあの、えーと、左、右側のペインがプレビュー画面になってて、左側に、えー、とコード領域があって、で下にはこれ,れ、えーと、独自のキーボードがあります。これは、えー、HMD で使うときにあの使いやすいようなキーボードとして考えてあります。 でこれは A フレームベースなのでこの、えーと、このシーン画面は A フレームのシーン画面になっています。で、あとこれ、えーと、タブを切り替えるとですね、コード編集画面になってて、ここではその A フレームの、えー、とコンポーネントのコードをあのここで書くことができます。で、これによって、まあ、あの A フレームのコンポーネントのタグと、それからあのコンポーネントのコードによる動作という組み合わせで、さまざまなシーンを作ることができるようになっています。 でこれをですね、あの実際にログインして登録すると、クラウドに保存することが、このように保存したものはあのリストになって出てきます。でリストからそ,のそれぞれ作ったものがリスト化されて、そこをエディットということを選ぶと、先ほどのこの画面になって編集ができるというふうになります。で今はその妙な、えー、Mac の画面ですけど、これはメタクエストの画面ですね。メタクエストの画面だと、こういうふうに、まあ、全く同じように見えています。 でこちらは Pico4 ですね。Pico4 の方の画面で、えーと、こんな風に見えます。で、これを実際ちょっと,、えー、と動画ですね。これ、えー、Pico4 の方であの使っ動いているところなんですけれども、えーと、こうやってリストの方から選択すると、先ほどのこの画面になります。で、これで VR ボタンを押すと、VR モードになって、これ全画面で、えー、と360度の。 VR モードで見ることができますでここでちょっとそのシーンのデータを編集してみてますけれども、これでちょっと例えばこの色を変えたりですとか、えー、とこのオブジェクトのサイズをこの上で変えたりですとか、今この下のキーボードを使ってコードを入力してます。で、これを下のキーボードで編集。で、その場で VR で確認と。 でじゃこういう感じでえっ、ー、とシームレスにあのコードと WebVR、えー、のウェブの画面を行き来してえっ、ー、と作成することができるというふうになっているものです。で、まあこれも今、そのベータバージョンということでえっ、ー、と公開してますので、ぜひちょっとこちらの方から、えー、と行って、うん、ポリバース .com です、ね、の方から行ってえっ、ー、と試してみていただければ幸いです。 で、えっ、ー、と、とりあえず今回のまとめなんですけども、えっ、ー、とまあ、HMD をかぶって VR 開発ということで、まずその PC のバーチャルデスクトップしてとして使うという形ですね。これは結構いろんなあの機器とか、えー、とソフトが揃ってきて、結構実用なということにがあります。それから、えっ、ー、と、ウェブブラウザっで、えー、とデスクトップをやると、そのウェブブラ v r の開発環境として、 その場ですぐ確認できたりしてあの、非常に便利でありますよという話です。で、さらにそのスタンダローンで、あのスタンドアローンの HMD だけで作れる WebVR の,の ID ということで、ポリバース .com というのを作成しました。ということで、えー、とこのポリバース .com をちょっとまたあの試してみていただければ幸いかと思います。発表は以上になります。ありがとうございます。 はい、続いては、ゼロから WebXR 学んだ人のコミュニティ活用法、まずは貢献から始めてみようというタイトルで、岩健さんの発表になります。お願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、この登壇のターゲットとメッセージをご紹介します。WebXR、プラス、まあ、もう XR っていう新しい技術を学びたい、それを人生生かしたい人、たくさんいると思います。 そういった方々に学ぶ手段としてのコミュニティの活用法、そして意義みたいなところをご紹介できればいいなと思っています。なので、ちょっと技術的な話は一切しません。じゃあ、私はホロレンズとクエスト2で動く w e b x ルアプリの話をしているので、興味のある方はこちらお願いします。はい、岩犬でございます。ちょっとコミュニティの話っていうところで、私は x ルコミュニティ、めっちゃ大好きでして、4つのコミュニティリーダーをやっています。 そして今回ご紹介するバビロン JS 勉強会に関しては共同代表かつ立ち上げをやっております。で私自身はユニティは7年ホロレンス大好きなんですけど WebXR とかバビロン JS はまだ1年経ってないというところで、まあ、そういったバックグラウンドとなります。でちょっと私の紹介をするんですけども本当にゼロからというところで本当今年の1月になんかユニティとか でネイティブとか表現やってきたけどちょっとブラウザでの 3D 表現ちょっと興味出てきたな。まだやってない。なんもわからんみたいな。本当僕はもう特にウェブ開発で全くやったことなくて、これどうやってやんだろうぐらいのレベルから、でもちょっとやっていきたいなと。で、ちょっとバビロン JS の紹介を一緒に挟むんですけど、バビロン JS は、まあ、XR かからずブラウザであのレンダリング表現するフレームワークなんですけども、 まあそちらの中の x l の表現も結構強いよってところで、まあ、ちょっと注目したという流れになります。で、ちょっと最初は自分一人で始めてみたんですけど、もう周りに質問できる人、もちろん会社にもいないですし、周りにもあんま知らないみたいな感じで、かつなんか登壇するにもどこへ登壇すればいいんだろうみたいなときに、まあ、ちょっとコミュニティ立ち上げないかっていうお誘いの声が来た流れになりますと。で、そこからバビロン JS 勉強会っていうのをまあ立ち上げました。 今年は5月ですね。5月に発足して、コンセプトはブラウザ 3D 表現に関してある人のための勉強会っていうコンセプトになります。一応バビロン j s ソン日本コミュニティ公式になります。規模としては最初のイベントで333人、ディスコードサーバー275名と結構大規模に盛り上がっています。この辺の話も後半ちょっとしたいと思っていますと。で、私自身本当にモチベー、 仕事でも使わないから、本当、趣味でやる中で、モチベを維持しつつ、かつ実績機会をコミュニティを通じて得た結果ですね。私の場合なんですけども、本当に人生、今年変わった1年になったと思ってます。で、本当に We、WebXR、BabylonJS だけでも、まあ、技術記事12本書いたりとか、まあ、この XR 会議含めて、あのグローバルなマイクロソフトビルドも含めて、登壇4本させていただきました。 そして運よく技術本を3冊バビロン JS 系で書くっていう、はい、すごいブーストがかかってました。そして仕事でも、なんか岩和バビロン JS 好きそうだから、どうみたいな感じで、機械使う機会も徐々に増えてきたって形になります。で、ちなみに、あの、マイクロソフトビルド登壇だと、なんかめっちゃグローバルに行われたんですけど、こんな感じで、はい、ありがたいことに登壇、i k さんともさせていただきました。はい、リーマスさんとも登壇しました。 で、ちょっと、こアはちょっと肝いりスライドなんですけど、自分、そう、コミュニティ活用っていうのを結構自分は、こう数年結構研究していて、結構この流れになるのかなと思ってます。まず、個人がですね、コミュニティ貢献しますと。で、貢献することで感謝とか支援を得られますと。で、それによって尊厳、あ、自分って存在意義あるんだっていう、まあ、尊厳の獲得がモチベーになりますと。で、そそれを繰り返していくと、 あ,あの人すごい信頼できるね。すごいいい感じだねっていうことで、まあ、信頼が、信頼残高が上がると。まあ、それを専門用語だと、まあ、社会関係志望といいますと。で、それがどんどん外に向かっていくと、まあ、コミュニティが盛り上がってきますと。で、コミュニティが盛り上がっていくと、外のコミュニティとか社会から、あなんかこのコミュニティいいねと言いながら、まあ、今回のように、まあ、実績機会のオファーがいただけたりすることもあると。 まあそうすることでエンジニアによって、演者によって、このような登壇機会も含めた実績の獲得があるっていうような流れになると、私は思っていますで。今日はまあしないんですけど、コミュニティマネージャー、私もやってるんですけども、としては、この全体の設計を目指すっていうのが、コミュニティにおいて大事かなと思っています。ただ、一方で、今日は皆さんの個人の目線に立つので、まあ、この貢献と信頼の向上と実績獲得っていうのはすごい大事だと思ってて、まあ、今日はこのファーストステップである貢献について、具体例を交えて深掘りしたいと思っています。 でタイトルのまずは貢献から始めようというところで、まあ、まずコミュニティ何が自分が価値提供できるかというところが大事で一方でそのなんか自分を削る必要はないと思っててかつなんか見返りとかを求めすぎるとつ辛くなってくるとなので楽しみながらできる自分らしい貢献ムーブが何かなというのを見つけつつ、まあ、それがすごい楽しいというコミュニティはあなたにとっていいコミュニティだと思っていますなので自分はバビロン JS 勉強会はすごい貢献しがいがあるコミュニティだなとなっていますと で皆さんに提供したい情報としては、あのバリエーションと深さが大事だと思ってて、一、まあ、人からできる貢献と巻き込んでできる貢献、ご紹介しようと思ってます。で、これはちょっと本当に一例なんですけど、まあえー、とバビロン JS 勉強会だとあのディスコードで結構コミュニティやってるんですけども、例えばリアクションだけもすごい立派な貢献だと思ってます。すごい不安です。でもリアクションが来るだけですごい安心しますと。まあ、これとかもリーマスさんが、こうやってみました。いいね。かっこいいみたいな、すごい。 いいいなと思いますで、さらにその質問とかしてくるの嬉しい。そして、そういうアンサーがあるとめっちゃありがたいみたいな。で、僕は本当に、このディスコードに投げるとめっちゃ答えてくるんで、まあ、シンプルに嬉しあの助かってますし、まあ、支援受けてるって感じです。で、僕自身も結構投稿します。で、イベント登壇も皆さん不安だと思うんですけど、主催者も不安ですと。ってことは、手を挙げてくれるだけですごい嬉しいし、まあ、この人に声かけたら登壇してくれるかもっていうのは、すごいあの貢献になると私は思ってます。 登壇が決まれば質が高まっていくるので、まあ、安心して大丈夫です、はいで。逆に言うとコミュニティリーダー、もし目指す方はいろんな貢献パターン、いろんな方がいるのでその人に合った貢献ができるようにあの貢献パターンを準備して巻き込んで、まあ、しっかり感謝を示すというのはすごい大事かなと思っていますで。バビロン JS だといろんな貢献パターンを作って、まあ、いろんな参加の仕方ができるような努力をしています。はい で次巻き込んで行う光景なんですけど、まあ、ちょっとキックオフイベントご紹介、例のご紹介しようと思ってます。で、このイベント、すごい333人あの集まった要因は結構キーマンを巻き込めたかなと思ってます。で、僕自身もすごいあの勉強になりましたと。熱量高きコアな人、山淵さん、リーマンさん。で、公式ポジション。一応そのバビオン JS がマイクロソフトの OSS なので、まあ、その中で原さんとチマウさん。そして、まあ、ま拡散するという意味でインフルエンサー、チマウさん。 とまあ、ファシリテーターが強い岩県というところで、まあ、結構このイベント面白そうだなっていう船の魅力が上がったのかなと思っています。でもしあのこういった人を巻き込む場合は、誠意ある DM るといいかなと思っていて、この中で重要なのは、なんであなたと一緒にやりたいかというところをしっかり明示すると、割と OK だな、ケースが多いなと思っています。はい。はい、まとめです。まずは貢献から始めようというところで、 まあこういったルーパーできると学びながら実績を作っていけるというところで、新しい WebXR、僕も最初初めてだったんで、それでも実績を作っていけることが、今年1年体験できました。ということで、最後、ディスコード来てくれて嬉しいです。以上です。ありがとうございました。続いては、軽測に足を踏み入れる WebXR 実験的機能の世界というタイトルで、223による発表になります。では、よろしくお願いします。 はい。よろしくお願いします。本日は、一卒に足を踏み入れる WebXR 実験的機能の世界というテーマでお話しいたします。こちらのスライドは公開しますので、スクショと SNS というのは OK です。はじめに、簡単に自己紹介をさせてください。22さんと申します。エンジニア学生をしております。えっと、まあ、興味領域としては、ロケーションベース AR とか、Unity とか WebAR とか、そこら辺の領域が好きです。 でえっと、基本的に最新技術を使ったデモンストレーションを作ることが、まあ、好きですね、はい。本日の発表のアジェンダ、こちらになります。まずはじめにえ、本セッションのテーマである WebXR デバイス API と、まあ、その実験的機能についてご紹介いたします。えっと、WebXR デバイス API なのですが、えっと、Web ブラウザーが提供している、まあ、XR に関する、えー、機能群、API 群のことを指します。 スマートフォンですとか、メタクエスト、フォロレンズなどのデバイスでも、デバイスとブラウザが対応していれば動くような機能になっておりまして、イマーシブウェブという団体が標準化を行っています。この WebXR デバイス API なのですが、いろんな機能がモジュールという単位で提供されています。例えば、ヒットテストとか、平面検知、ハンドトラッキングや光源推定などですね。で、この中で、まあ、 不安定な動作をする、まああの、安定版としてリリースされていないものですとか、まあ、ごく一部の環境のみに動作するものを、まあ、このセッションでは実験的機能,機能と呼んでいます。まあ、w e b x l デバイス API 自体があまりなんでしょう、まあ、一部の,機能あのデバイス環境でしか動かないというのもあるんですけども、まあ、一応これはふわっとあの実験的機能と,、えーとまあ、総称して呼んでいます。はい ということで、その実験的機能についてのご紹介が終わったので、まあ、それらを使う準備の話をしたいと思います。まず、えっと、WebXR デバイス API 自体が動かないといけないというのがありまして、まあ、よく言われるのがセキュリティの観点から、えーまあ、ローカルネットワーク内であっても、HTTPS 配信が必要というふうな、まあ、準備が必要だったりとか、まあ、あと動作するデバイスも必要ですね。あのー、基本的に、まあ、何でしょういろんなデバイスがあるんですけども、 AR コア対応の Android で、まあ、Chrome が動いていれば、まあ、いろんなあのモジュールがサポートされているので、まあ、多くの、えー、とモジュールが動作する可能性があります。はいまあ、ちょっとハンドトラッキングとかは特殊な HMD みたいなものが必要だったりするんですけども、機能に合わせてデバイスを用意する必要があります。 で、WebXR アプリを作るってなったときに、いろんな選択肢があるんですけども、今回、デバイス API を動かすためにサポートしている WebGL ライブラリがあるとええ基地ということで、個人的には BabylonJS がおすすめです。で、BabylonJS なんですけども、えっと、ご紹介があるかもしれないんですけども、高機能な WebGL ライブラリになっています。で、BabylonJS の中で WebXR デバイス API を使いやすくラップした ものが提供されているので、えー、と,とても使いやすいです。まあ、よく言われるのが、そのまあ、1行足すだけで w e b x ルアプリになるよっていうふうな、まあ使いえーとまあ、宣伝文句的なことを僕もよく使いますね。詳しくはあの本を書いたので、ぜひ、えー、と見ていただけてう嬉しいですというちょっとした宣伝も、はい、していただきました。で、はい、こちらいろいろ説明をしたんですけども、あのまあ、実際に動いているものを見ていただいた方が分かりやすいと思うので、デモプロジェクトをご紹介したいと思います。 今まで制作してきたですね、WebAR のデモンストレーションを二種類、実験的機能を使ったデモンストレーションを2種類ご紹介させてください。まず、ローカメラアクセスモジュールと、今更による WebVPS についてですね。こちら、ローカル、あすみません、失礼しました。ローカメラアクセスモジュールというモジュールを使って実現しているんですけども、この API、 モジュールはカメラ情報にアクセスできる API になっています。なんか普通にできそうな機能なんですけども、セキュリティの観点からもともとこのような機能はなかったんですが、昨年、そうですね、1年ぐらい前ぐらいにプロポーザルとして出された API になりますね。で、こちらを使うとカメラ画像を WebGL テクスチャーとして取得できたりとか、カメラの内いパラメーターを取得するのに使用できます。詳しくは以前に記事を書いたのでご参照ください。 こちらのデモンストレーションなのですが、えっ、ー、と、まあ、イマールという VPS を使用して、えー、サーバーサイドリローカラゼーションを行っています。はい。でその際に、えー、カメラ画像と、えー、カメラの内容パラメーターが必要だったので、ローカメラアクセスモジュールを使って、えー、います。右の動画のように、えっ、ー、と、現実世界と、えっ、ー、と、メッシュ、マップが、えっ、ー、と、ぴったり合っているのがわかりますね。こちらのプロジェクトは GitHub で公開しておりますので、ぜひご覧ください。 次にデプスセンシングモジュールによる振動値の取得ということで、はい。次のデモンストレーションですが、デプスセンシングモジュールというものを使っております。こちら、えっと、WebAR アプリから振動値をですね、カメラの価格において振動値を取得できるっていうような API になっています。で、えっと、今、一応今はシブウェブによると、Android の Chrome のみで動作しているような状況になります。CPU モードと GPU モードの2種類がありまして、それぞれ得られるデータが違ったりしますね。 で、えっ、ー、と、震路値のデモンストレーションなんですけども、まあ、右の動画、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、まあ、奥に行けば行くほど、ちょっとなんか暗くなっているような、あの、まあ、デプス画像がですね、生成されています。こちらはデプスセンシングモジュールを使って、進路値配列をキャンバスにリアルタイムに描画しているようなプロジェクトになります。これを使うと、もしかしたら WebAR でも、えっ、ー、と、リアルタイムにオクルージョンができるかもしれないです。 こちらも GitHub でプロジェクトを公開しておりますので、ぜひご覧ください。ということで、本セッションのまとめに入りたいと思います。本セッションでは WebXR デバイス API の紹介と実験的機能の紹介を行いました。そして最後に2つのデモンストレーションのご紹介をしました。WebXR デバイス API の実験的機能は、とてもワクワクするような機能がいっぱいありますので、ご興味がある方はぜひ一度トライしてみてはいかがでしょうか。ということで、私の発表は以上です。 続いては VTuber でもウベックサイドを使いたい VRM 編というタイトルであやさんによる発表になります。ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは自己紹介です。VTuber のあやです2018年2月にデビューしました。えー、VR とスマブラが好きな VTuber です。よろしくお願いします。で YouTube の URL がこちらにあったりするので、えー、よかったら見ていただけると嬉しいです。あとはチャンネル登録とか高評価とかちょっともらえるとね、嬉しかったりみたいな感じになります。ではですね、えー、実際の、えー、今日発表で話すことについて説明させていただきます。まず一つ目が VTuber 撮影会アプリを作りました。二つ目が、えー、VTuber のモーションファイルで VLAN を動かしましたというものになります。一つ目について。 ままず説明します、えー。こちらはあの夏に作ったものになってまして、バビロンジェース勉強会の方で、ユルフォメ LTA を開催しますということで、ライトニングトークがありまして、私もこちらに参加しました。で、その中で、なんか VTuber でも使えそうなものを作りたいなーって思って、まあ、VTuber といえばやっぱアイドルみたいなものだし、でまあ、アイドルといえば撮影会だろうというところで、撮影会のようなアプリを 作ってみまました、えー、それがこちらになりますで。実際にあのブラウザ上で、えー、こちらはバビロンジェイズのプレイグラウンドを使っているのでこの URL に、えー、入るとそのまま実際にこのコードだったりとか動かしたりとか見ることができますこちらはこのようにグリグリ動かしたりとかスクリーンショットの機能があるので S ボタンを押してスクリーンショットしたりあとは、えー、WebXR のモードに移行したりっていうのができるようになっていますこちらはですね すべ、えー、て、えー、バビロン JS のクラスを使って作っています。例えば、えー、こちらの GLB ファイルのアップロードはスクリーンローダーのクラス。こっちの撮影機能についてはスクリーンショットの、えー、メソッドがあるので、そちらを使っています。こちらは WebX ア、えー、ロン実装ですね、えー。デフォルトエクスプレンスヘリアペルパー。 というものがあって、これで一通りの機能を簡単に実装することができるのもバビロンジュースの一点です。また、えーと、今回の作成とは関係ないんですけれども、360度動画を再生するクラスもあったりするので、えー、こちらもご興味ある方は触ってみると良いかと思ってます。えー、それ以外はですね、詳細はユルホメール t だったり、前に記事を書いておりますので、そちらご参考いただければと思ってます。はい。で、こちら2つ目ですね、えー、こちらがメインどころの話になって、モーションファイルで VRM、MM、を 動かしました。というところになります。えー、なんでモーションファイルで VRM を動かしたいかなんですけれども、もうこれは単純で VTuber は VRM が大好きです。この VRM を実際に直でこの VRM ファイルを使えれば結構需要もあると思うので、実際に作ってみようというところで、えー、作ってみました。それがこちらデモですね。ちょっとこちらもですね。よいしょ。はい。こちら真ん中にあるのが VRM のファイルになるんですけれども、DVH。 っていうデータ形式のモーションデータを入れてあげると、このように動かすことができます。で、こちらも先ほどと同様に機能があるので。このボタンを押すとえ、webxr に入るということができるようになってます。 では、これをどのように作っていったかなんですけれども、まず VRM を動かすにはというところで、こちらはバビロン VRM ローダーを使いました。この後、お話もされる山湯さんの方で作っ,て作っているものになります。バビロン VRM ローダーについてなんですけれども、こちらは VRM ファイルをロードすることができるライブラリになっていて、特徴として M2 のマテリアルを使用できたりだったりとか、VRM ファイルを 実際に本を動かしたりということができるものになっています。で、開発環境としてはこちらになるんですけれども、えー、バビロン VRM ローダーのバージョンに対して、バビロン JS のバージョンも合わせてあげる必要があるところだけポットですかね。で、こちらが VRM ローダーの最初の構成になります。このように新ローダーでファイルを読み込んで、アドローテーションしたり、 モーフィングに値を入れたりすることで、このように動かしたり、えー、表情を変えたりすることができます。さらに、ここから、モーションデータを入れて、いろんな動きをさせたいというところになるんですけれども、こちらについては、今回はこの TDPT というアプリを使用させていただきました。えー、こちらは、AI の画像認識により、VRM がカメラに映った人と同じ動きをするアプリで、650円の買い切りの課金をすることで、PVH 形式のモーション のファイルを出力すすることができます今回はこの BVH のファイルを使って動かしていまして、こちらのデータの変換の流れなんですけれども、BVH データのテキストデータの値をうまく抽出して、えー、回転行列交代に入れてあげましょうという流れになっています。えー、まずこちらなんですけれども、BVH ファイルの中身ですね、このようにテキストのデータになっているんですけれども、えー、上の部分、えー、ヒエラルキーになっていて、各 V の,あの値が入っているような感じです。 さらにその構造の下に、えー、時系列順に、えー、データが並んでいて、この数字がローテーションのデータになるんですけど、これが、えー、最初の定義の通りの順番に並んでいるというような形になっているので、これを紐付けて、えー、データとして扱います。で、度数法からこの法とかは吉野にやっていただくとして、コ、えード法からクオータニにするにあたって2つほどポイントがありまして、1つが TDPT。えー T が扱うう BVH っていののは ZXY 順番で回転をかけますなので、バビロン JS 側でも同様に、えー、回転を同じ順番で回転をかけてあげる必要があって、これは、えー、マトリックスのクラスを使います。あともう一つがですね、えー、BVH は右手系の座標なのに対して、バビロン JS は左手系なので、これも、えー、関数を使って、えー、変換してあげます。えー、でそれによって、えー、デモの様子の通りに動かすことができます。 えー、これで以上になります最後バビロン JS 勉強会はいいぞということで私も結構その初心者だったんですけれどもあの皆様方々にお話を聞いたりアドバイスもらうことで作ることができました 3DC 技術に興味ある人は入ったらいいんじゃないかと思います以上ですご清聴いただきありがとうございましたはい、続いては XR グラスが普及した新時代を妄想するというタイトルで山井さんによる発表となりますではよろしくお願いいたします はいよろしくお願いします。えー、と今回は妄想会なので、えーまあ、のまず XR グラスについてなんですけれども、あの最近だと、まあ、の VR は結構あると思うんですけどあの、今回は AR とか MR グラスと呼ばれているものを XR グラスと呼称しております。えー、とバビロン JS とか WebXR の話もしたかったんですが、ちょっと時間の都合でほぼ出てきません。えー、よろしくお願いします。 はい、軽く自己紹介させてください。えー、札幌で働く、えっ、ー、と、山井と申します。PHP やったり、AWS 触ったりしています。で、えっ、ー、と、今回お誘いいただいたバビロン JS 勉強会の共同主催者でもあります。はい、えー、まず現状の XR グラスについて振り返っていきたいなと思いますが、まあ、皆さんご存知の通りだと思いますけれども、ホロレンズ2でしたり、 エンディアルエアーでしたり、マジックリップ2でしたり、まあ、あの他にもね、さまざまな XR グラスがすで、えー、に、えー、リリースされているとは思いますが、まだまだ黎明期というところで、B2B、えー、企業向けのところが強いかなというふうに思っています。実際にあのエンドユーザーに普及するまでっていうのは、まあ、もう数世代くらいかかるかなといったところですね。まあ、あの5、6年くらいかなと私は妄想していますで。まだここデファクトでこういうのっていうのがないので、 もうここで今のうちに知見をためておくと56年後に、えーまあ、すごい効果を発揮するんじゃないかなというふうに思っております。で未来の XR グラスについて、えー、ちょっと考えていきたいなと思うんですけれども、まあ、XR というか、まあ、AR ですね。AR についてちょっと調べてみて、例えば、えー、こんな感じの、ね、絵が出てきますね、えー。10日のディスプレイでなんかタッチして操作してたり、ミニマップが表示されたりっていうのがこの AR という。 読んだ時の、えー、一般的な、まあ、考え方こういうものっていうふうになるのかなというふうに思うんですけれどもえ、まあ、実際のところこういうのって実はもうすでにアニメだとかゲームだとかで、えー、すでに AR っぽいもの MR っぽいものが、えー、ありますのでそれの事例について少し紹介させてください一、まあ、つは劇場版ソードアートオンラインオーディナルスケール、えー、こちらはオーグマーと呼ばれる、まあ、モノクルタイプの、えー AR メガネをかけて、で、えー、みんなで一緒に戦ったり、イベントに参加したりっていうことができる、えー、世界観になっています。これ、すごいあの、まあ、まさに This is AR っていう感じの表現の仕方になってますね。であとは、このソーダー o オンライン自体って、これ、あのー、完全に、えー、神経をハックしても全部操作できるようにするっていう感じなんですけれども、こちらで出ている透過ディスプレイ、ウィンドウがありますね。これって VR 世界の中の AR だと思うんですよね、私的にはね。あのなので、こういう表現っていうのが今後は増えてくるんじゃないかなというふうに考えています。であと私が、私が大好きな、あの、 作品にこの伊藤計画さんが原作の「ハーモニー」と呼ばれる映画があるんですけれども、えー、こちらではもう管理社会になっていてもう全員のデータが事細かに見れるみたいな、えー、システムが構築されていてそれで AR のメガネを使ってこうやってあの点数だとか情報だとかっていうのを確認できるようになっています。 であと一番このあたりでびっくりしたのは2008年にリリースされたデッドスペースという、えー、ゲームですね。こちらはあの左上に HP バー、右下にミニマップみたいなものが完全になくなっていて、えー、非常にあの臨場感があふれるんですけれども UI をどうやって表現しているかっていうと今ここにマップが表示されているんですけれどもこの左側にいる主人公のアイザックさんと、えー、プレイヤーである視点の私。 が、同じあの ui を見ているということで、このなだろう。あの世界観の乖離というのがすごいなくなるんですね。これに私はすごい驚きました。はい、こんな感じの ar っていうのがあのなんかすごくいいかなという風うに思っています。で、こっからも完全に妄想の世界に入るんですけれども、もまあ、少し紹介していきたいと思います。まあ、ハードウェアの課題っていうのがまあ、現状の xr グラスでは？ いろいろとあると思うんですけれども、これらっていうのは基本的には企業の方々が互いに競争し合って価格を安くするだとか、もっと小さく軽くするだとかっていうことをしてくれるかなと思うので、私はこの辺はあんまり気にしないであのきっと時間が解決してくれるだろうというふうに思ってみておりますで。入力デバイスについてなんですけれれどもこれ なななかなか新しいいと思っていて、あの今までってこれ何をするでも、まあ、あの最近だとスマホがありますけれどもやっぱりキーボードマウスは欠かせないというかあの仕事においては必須かなというふうに思うんですけれども ARXR グラスが普及した際にはこのハンドトラッキングだとか アイトラッキングだとか、まあ、あのイエス・ノーだとかの簡単な動きをするヘッドトラッキングだとか、えー、音声だとか、まあ、あとはこの 3D 空間をこうタッチして、リアルにこう触れるっていう入力が増えていくのかなというふうに思います。まあ、日常生活ではもうほとんどマウスやキーボードは不要になるかなと。 まあただ、プログラミングだとか文章の執筆に関しては、まだキーボードがいるかもしれませんが、このキーボードより早く文字入力できるデバイス、かあのこれは出るんじゃないかなと思うんですけども、これ出たらもう特許使用量でね、えー、もうウハウハですね。はい、で、えっと、パーソナルユース、日常生活においては、まあ、最近流行りの DX ですね、デジタル化ですけれども、まあ、例えば IoT の電子機器といろんな連携をして、えー 表示を簡単にするだとか、まあ、あと身体状態のトラッキング、今スマートウォッチであの心拍とか確認できると思うんですけれども、まあ、それをよりあの便利に分かりやすくするっていうのが、えー、XR グラスでできるかなというところですねで。あとビジネスユースでいくと広告がかなり。 あの出てくるかなと思います今あのウェブサイトってどんなところでもバナー広告っていうのがあると思うんですけれどもそれの仮想空間バージョンの、えー、相互運用ができる広告プラットフォームが出てくると思うんですね。まあ、ここ絶対間違いなく出てくるのであのトラックしておくといいかなというふうに思います。でエンジニア目線で言うとまあ,あのすごいでかいディスプレイで、えー、ウィンドウをたくさん置いて楽しめたり まあ最近だと AR 向けチップセットっていうのが開発されていたりするので、まあ、そちらも気になるところですね。あと OS、今って 2D 出力がほとんどの OS でまあ対応していると思うんですけれども、OS ネイティブで 3D を扱えるっていうのが今後重要になってくるかなと思います。 でまあ、まあ最後にちょっと XR グラスと WebXR とかバビロン JS の話なんですけれども、これブラウザ間で互換性のある企画なので、たぶん XR グラスでも動く、つまりバビロン JS も動く、で、OS やデバイスに依存しない 3D 空間を形成できるっていうところが、今後バビロン JS や WebXR がぐっと伸びる可能性がすごい高いっていうところになりますね。はい、XR グラスはもう妄想の中ではめちゃくちゃいいものに育っているので、もう。 5年後、6年後は非常に楽しみっていうところで、ヤ、え、メ、ー、の発表を終わりにしたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。はい、それでは最後の発表になります。バビロン JS ときれいな表現方法についてというタイトルで、藤原さんによる発表になります。では、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。こういうタイトルで発表したいと思います。 えっとまず簡単な自己紹介をします。もともとは Unity とか VR とかそういったものを中心にいろんなコミュニティ活動をしてました。で最近はバビロン JS とか WebXR、そういったものを使っていろんなことをやりたいなという活動をして、今回、の今年の5月にあの、えっと、始まったバビロン JS 勉強会の共同主催者も務めています。 でまた一方で、えっと、私が今勤めている会社では、XR、メタバース、そういったことをえ、ま、産業応用に使うということの事業化に関する研究開発に従事していますで。ここでちょっとだけ宣伝をさせてください、えっと。会社でどんな研究開発しているかなんですけど、まあ、あの私は研究所に所属しています。で研究所というのは、ま、工場、プラント、鉄道とか、ま、一般的なその社会を維持するインフラ。 というものをどうやってあの維持管理発展するかということのための研究開発をしています。その中で、まあ、例えばこういう画像に映るような、えーとまあ、人をサポートするという観点の XR 適用というものを進めています。で最近あの、そういったことをもっともっとやっていこうというふうなことで、現在、あの会社のえっ、ー、とート採用、新卒採用のところの欄で、まあ、こういう XR メタバースの,あの募集もありますので、まあ、ご興味あればぜひご連絡ください。では本題に入ります。 えっと今回、あのえっとまあ、タイトルにも入れたバビロン d スなんですけど、まあ、今までの発表の中でもいろんな説明があったので、ここは軽く飛ばしますが、あのこんな感じで綺麗な描画ができる、ブラウザ上で綺麗な描画ができるというものが特徴です。えただですね、あの先ほどのもの、結構綺麗にかっこよく見えたんですけど、あの実際に作ってみると、比較的簡単にこういう CG をブラウザで出すということはできるんですけど、まあ、確かにあのこうだというのは分かるけど、ちょっと物足りないような気がします。 でまあ、そのちょっとしたあの工夫をすることできれいになるということを今日お伝えしたいと思います。ということでお話ししたいことは、まあ、そういったとき、きれいな表現するためのドキュメントを紹介するということと、あとはあのきれいにしたらどうなるかということを2つお見せします。まずはえときれいな表現をするとき、ポストプロセスと PBR というものを使うと見た目をきれいにできます。 例えば一番左は、あのまあ、剣ですね。剣なんですけど、剣の歯の,の,の部分がきれいに光っているとか、これ真ん中のビダーみたいなところがきれいにあのテカテカしているとか、これはあの周りの反射もしっかり映り込みも表現したヘルメットであるとか、こういったことが実現できます。 また、ライトというのがですね、結構あの当て方によってかなりいろんな表現ができるということが分かってまして、まあ、このフォーラムではあの、こういうジャパニーズランプというものですけど、まあ、この淡く光るようなもの、こういったものも表現することができます。えー、とでは次に、えー、実際に部屋をかっこよくライティングしようというふうな例を紹介します。まず最初に、まあ、こうやって適当にあのモデリングをして配置する。まあ、あのソファーがあって、机がある。まあ、見れば分かるんですけど、ちょっと物足りないと思います。 でこれにちょっとしたテクスチャーを貼っていくと、なんとなく部屋っぽいなというのが分かりますで。これにさらにライトを使って、影をとか,影とかこの金属部分の反射とか、こういったものを入れてあげると、またさらにかっこよくなります。で最後にですね、もう少しあのポストプロセスという機能を使ってやると、こういうあの光の反射具合とか、そういったものも見えるようになって、さらにきれいさが増します。こういったことができるようになります。では次にちょっと手法を変えて、 えー、サイバーな雰囲気のシューティングゲーム風画面を作ってみようというものです。まず最初、グリッドマテリアルという方法を使って、えー、世界を、まあ、ちょっと何て言うんですかね、グリッド上で表してみる。で、これに対してシューティングゲームの基本的な処理を作ってみたのが真ん中です。まあ、ここだとあの単に青い球が飛んでるだけで、まあ確かに球は飛んでるけど、ちょっと味気ないと。で、あと今度はこの球をちょっと光らせてみると、まあ、あの光の球を出してる感じで、ちょっとかっこよさが増しますと。で、これを最後にですね、 えっと、パーティクルを使ってですねあ、ソリッドパーティクルシステムというものを使って、えー、何か敵がいて、敵に弾を当てていって、まあ、最後に敵が完全に HP が0になるとこんな風に散っていく。こういう風なエフェクトも作ることができます。こういう風にバビロンデェスは結構あのきれいな表現に関していろんな可能性があります。 これは完全におまけなんですけど、まあ、そういったあのバビロン JS の活動をいろいろやってまして、でこの間あのコミュニティの中で GUI をかっこよく作るコンテストみたいなものがあって、まあ、これであのなんと入賞することができました。でこれによってあのバビロン JS の、えー、と新しい本の著作の方からサイン付きの本が送られるということで、これはなかなか嬉しいことがあったので思わず入れちゃいました。はい。えー、とではこれで終わりになります。バビロン JS は まだまだいろんなことができるのでまあ、今日の内容に限らず気になった方はぜひ試してみてくださいあと今日あの紹介した内容というのはバビロンジュースのアドベントカレンダーもうすぐ私たち始めますけどここで解説予定ですえ以上ですありがとうございましたはいというわけでですね早いもので6本のトークを全て終わってしまいましたということで最後にですねあの発表者の皆様から一言ずつもらいたいと思いますではワクワクとしさんお願いしますはい、はい えっと、スタンダーローンの HMD でできる WebXR は非常に手軽な VR 開発環境だと思います。皆さんも挑戦してみてください。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、岩渕さん、お願いします。はい、違うコミュニティの発表だったんですけども、まあ、XR 好きな人、WebXR 好きな人が楽しみながら活躍していくような日本にしていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。パチパチパチ。 はい、では二さんお願いします。はい、あこのような機会をいただけてとても光栄です。ありがとうございました。そうですね、自分の発表もまあウェブセールちょっとあのニッチな発表になったのかと思うんですけども、まああの自分の発表を聞いて何か興味を持っていただいた方がいらっしゃるのだったらともあの嬉しいなと思っております。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、では続い次大さんお願いします。はい、えー、本日は私もこういう機会をいただきありがとうございました。 とりあえず WebXR とか 3DCG 表現っていうのが楽しくて、私も初心者なんですけど、それでも楽しくどんどんあの勉強して、プログラミングしてっていうことができてて、感情的にもすごいいいなと思ってるので、こういった形でみんなでどんどんそういう楽しさとかのベースで、えー、WebXR の技術とかっていうのを進めできたら、より良くなるのかなと思ってます。また何かがありましたらよろしくお願いします。 はい、ありがとうございました。はい、では、やめさん、お願いします。はい、えー、5年後の XR の世界があの非常に楽しみです。えー、皆さんと一緒に、こう、XR の世界盛り上げられたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。で、最後に藤原さん、お願いします。はい。えー バビロン JS、最後にも紹介したんですけども、えっと、本当にいろんなことができます、まあ。今日紹介したもの以外にもたくさんのことできますので、あの興味持っていただけた方、ぜひあのこれを機会にあのちょっとディスコードを覗いてみますとか、ちょっと勉強会参加していますとか、していただけるととても嬉しいです。どうも今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、それではですね。 WebEQS、えー、テック東京とウェ b ロン n j s 勉強会合同でのコミュニティオーガナルセッション以上で終了となります皆様ありがとうございましたあり,まありがとうございました本セッションは終了となりますセッションの兆候ありがとうございました次のセッションページへとご移動いただき引き続き XR 会議をお楽しみください。